それではほうとうの方ですね。白菜です。大根、人参、椎茸、きのこ類、舞茸ですね。まあ、冷蔵庫のね、まあ、甘いものでやっておりますのでね、ネギの甘みであったり、まあ、あるいはね、かぼちゃはまあ下茹でというかね、レンチンしておきました。ね、これ裏技です。あとね、よいしょ、ね。はい。そして油揚げです。まあ、こちらの材料を使って、レンコンね、切りましたので、これも使っていきます。すごいね。レンコンです。酢水につけておきます。Thank you.
多いので、まず大根、はい、もう油揚げ、だけ入れてきます、ね、はい、ちぎって入れましょう。はい、ネギと椎茸も入れます、ね、貫禄入れましょう。はい、白菜です、ね、まず太いところ入れましょう、ね、鍋みたいな感じですよね。ですね、スペースにうまく入れてあげてください。で、ほうとうの場合はでもお肉崩しちゃって、ね、全くよろしいかと思います。だからね、強気でもグッツグッツ、ね、煮込んであげてください。沸いてきました。で、ここでお味噌を足していきたいと思います。結構な量ね、ありますので、結構な量入れていきます。玉1杯分です、はい、少しね、強めのあたりをここでつけておきます。お酒をやはりね、1杯、もしくはもう1杯ぐらい入れるか、はい、で、これでしばらくね、煮詰めていきます。はい、じゃないかぼちゃがね、煮溶けるまで少しね、お時間がかかりますので、この間はしばらく辛抱していきます。はい、ほとんどね、お野菜のみですね。ここは今日は使っておりません。このままでも美味しく召し上がれると思います。味も見てみましょう。
かったわーってね、山梨の郷土料理ほうとうね、この後にほうとうのね、麺を入れて、しばらくとろみがつくまで煮込んで完成です。いかがでしたでしょうか。で、本日もご視聴誠にありがとうございます。はい、今日の、まとめとね、してさらっとお伝えさせていただきます。はい、ほうとうですよね。はい、これね、小麦粉を練った平打ち麺にですね、季節の野菜、そしてかぼちゃ、きのこ類ですね、こういった具材をですね、一緒に煮込んでいく、非常にこうね、山梨県の郷土料理、ソウルフードとなっております。はい、特にね、戦国武将のね、武田信玄公が陣中食としてね、食べられていたということがね、今でもこう伝えられている、非常にこう素朴でね、体の温まる、そして、奥ゆかしい深い味わいのある一品でもございます。ぜひ皆様のね、食卓に、ヒントとアイデアをね、そして今日のお供として作っていただければ幸いでございます。はい、このようにね、ちょっとうんちくを語りながらでもね、動画をこれからも続けていきたいと思いますので、ぜひね、気になる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いをいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。